今日は2020年12月25日金曜日、12時13分ごろ、ミツカンの東京本社前に来てます。毎週のように金曜日の 昼ぐらいに、中野大輔さんがここで演説をしたりしているということらしいので、来るかどうかわからなかったんですが来てみましたが、今日は来なかったようです。2週間前にも来たんですけども、その時も、ちょっと時間が分からなかったので夕方来たんですが、いらっしゃらず、警備の人に話を聞いたところ昼休みの時間に来てるということだったので、今日はいるかなと思って来たんですが空振りでした。また来たいと思います。